ありがとうございました。意味わかんないや。朝からお仕事でした。そう、頑張った。それもあるし、普通にいっぱい明日の豆メモ公演の準備もしたので、準備っつうか、そう、最終チェックもしたので、めちゃくちゃ踊った。あー、歌って踊ったし、そうそうそう、まあまあ、でも明日は平日だからまだちょっと朝ゆっくりなんだよね。土日だったらもっと朝早くから準備しなきゃなんだけど、平日の公演はまあまあまあゆっくり準備できるからまだいいよね。まあ朝苦手というか、うん、朝あんまり活発的に動けないタイプからすると、そこゆっくりするだけでもありがたい。ああ、よいしょ。さすがに。もうね、頭が回ってない。朝も早かったし、今日はメール あとは、そうだな、ちょっと大したショールームできなくて申し訳ないけど、明日ね、公演で、マミメモ公演の新しい公演内容になるんですけど、みんな何だと思う？マミメモ公演の新しいもの、新しいものっていうか、新しい、何やってほしい？マミメモに何やってほしいかな。今はまだほら公式から発表がないから、今はみんな好き勝手好き勝手っていうのも変だけど、好きにね、予想できるじゃないですか。何だと思う？みんなのね、予想聞くのはちょっと楽しいですね。なんかちょっと汗冷えちゃってるのかな、なんかそんな気がしてきた。そんなことないかな。あったかい、あったかいパーカーっていうかパジャマ着ようかな。よいしょ。よいしょ。ポカポカ。
アラームか。なんか私いつの間にかアラームかけてたみたい。多分11時になる頃にちゃんと起き上がれるようにアラームかけてたんだろうね。ほらもうね、私が眠くてボロボロになってたの私分かったから。だからもし寝落ちしちゃってもちゃんと起きられるようにメール書いたりとか、まあ、メール書くときは最近はアラーム止めてるんだけど、10時55分とかにねなったりするんだけど、その配信もしなきゃと思って、だからそう、そう、みんなが予想してくれてる、ありがとう。まあ楽しみにしてくださいあんまりハードル上げすぎるのも良くないけど、今日はだからちょっと髪の毛もさ取りたい、取っていいですか？爆発すると思うけど、よいしょ。まだね、公式から公式って私たちのことですけど、こうですって発表されるまでは妄想し放題みたいなとこありますから。だからまゆめおが新しくどんなねものをやるかっていうのはまあ予想だね、好きに常識の範囲内で好きにしていただければ、まあ別にそれでねめちゃくちゃ勝手にバカハードル高くして、そうね、勝手にそのハードルを高くしすぎてしまうのもそれはそれで悲しいものだけど、みんなの反応も楽しみだな。頑張ります。髪の毛すごっ、ちょっとねめちゃくちゃモフモフですけど、まあ今日も遅くまでみんなで、みんなってか3人で合わせたから、とりあえず今できる最大限はやれたかな。そこそこちょっと自分たちの忙しさを過信してたね、良い方に、良い方に過信してたのよ、良い方、悪い方に過信してた自分たちの忙しさ。なんかああ3週間ある、3週間あるね、じゃあ合わせられる日合わせていこうっつって、合わせられるの5日ぐらいしかない。え、私たちの、私たちいつの間にかこんなに忙しくなったんだね。そう、悪い方に過信してたんです。うん。
だから逆に逆に3月中旬になってよかったかも。うん、本当はねもっと早くなるかもしれなかったりしたから、だからなんとか明日になってよかった。ああ髪の毛ねちょっと今一つ結びしてたので、そう、とりあえずまあ何だろう、明日が楽しみになったからよかった。今日は月曜日だからこれからあれもあるね、アイドルって何だもあるね。なんかどんな告知が出てるかな、アイナン今ツイッターで探してるんだけど、ふれあいだ編、海語り、海語り行ってみたいな私も。あんまり分かんなかったな。よいしょ。よっこいしょ。髪の毛が爆発してるわ。あれ、そういえば、まだ毎日アイドル更新されてない感じ？もうすぐ11時だからそろそろ更新するかなって思ったんだけど、まだ来ないね。お休みまで取っちゃって終わりにしようかな。よし、ふう、あ、達成した。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。明日は新しいまみうめも公演です。皆さんぜひぜひお忘れなくご覧ください。よろしくお願いします。それでは皆さん今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、寝ます。おやすみ村。はい、ちょっとね今日はごめんね、短くて。許して。どんぐらい私が今日忙しかった、どんぐらい私が今日ねもうずっと活動、お仕事のことを考えてたかっていう話をしていいですか？
まだ私 ER ファンクラブの MV 見てないんです。私がどれだけ今日丸一日忙しくしてたかが分かりやすくないですか。まだ ER ファンクラブ見てないんです。でも今日も寝たいんで寝ます。そのぐらい、はい、ということでね、ありがとう。まあ明日ぜひご覧くださいね。まゆめもよろしくお願いします。それでは早いけど壇上を見ます。13位タカさん、12位トシさん、11位ケイさん、10位クチチーさん、9位シンチェロスさん、8位太郎さん、7位新潟カズさん、6位シンイチさん、5位ゆかおしじいさん、4位イチタさん、3位ベロさん、2位ひよりげたさん、1位まるちゃんさん、ありがとうございます。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日おやすみ村、バイバーイ。